95式自動不槍は、中国が1995年に、正式採用したブルパップ型のアサルトライフルである。自動不槍とは、自動小銃の意。同銃を示す表記として、蒸気以外で95式自動小銃、95式 5.8mm、小銃、95式アサルトライフル、95式不槍や,や95式小銃。 95型アサルトライフルなど複数あり、中国語でも95式と、ほ、95式5.85枚と、ほ、95式ほなどと表記する場合もある。中国人民解放軍は、それまで正式アサルトライフルとして運用していた81式自動不やりの後継として1981年以降、新型アサルトライフル開発計画をスタートさせた。この計画では、 命中精度向上を目的とした世界的な軍用小銃の昇降計画に合わせ、新型実砲である 5.842mm 弾も合わせて開発された。それまでの小銃では、1世代前の AK-47 と共通の56、式 7.62mm 弾を使用している。その過程で開発された87式自動負やりを、さらに、 ブルバップ方式に再設計し、樹脂材料を大々的に採用した改良型が95式自動不やりである。この開発計画は、香港のイギリスからの返還に合わせて進められた。なお、開発にあたっては、シュタイヤー射精、アサルトライフル、ステアオー・オガストを参考にしたという意見が存在する。同様に、ブルバップ方式の FA マスの影響を受けている。 可能性があるとされる。それゆえ、一部では、通称、チャイナトランペットと呼ばれている。しかし、ピストンやボルトなどの内部構造は81式の影響が強い。作動メカニズムは、現代小銃として一般に採用されている、ガス圧利用、ロータリングボルト方式を採用。バレル上部に設定された、ガスシリンダーに発射ガスの一部を導くことにより、ピストンに、 ガス圧を与えてボルトキャリアを後退させる。コッキングハンドルは機関部のグリップ髪型にキャリングハンドル内側に装備されていて射撃に伴って前後どうする。撃発機構には回転式ハンマーではなく前後に動くストライカーが採用されている。セレクターレバーは重傷左側側面、装備盤に近い後方にあり、 銃のハンドガードを支えている手で操作するようになっている。形状は指掛けの突起が設けられた丸いダイヤル状のものである。ハンドルの上部には各種スコープやナイトビジョンが装備できる。ハンドガードの下にグレネードランチャーも装備可能。95バイト式自動負やり95式汎用機アリパッシュの派生型と民間向けモデルが存在する。 ありがとうございます。